皆さん、今日は本日はね、お忙しいながら、サークルのパーティーにご参加いただきありがとうございます。まあ、聞いてこの、なんていうかな、まあ、山内でも話したんですけども、まあ、一期一会。で、この言葉がとても大好きなんでね、お茶会みたいなものを催したい。まあ、パーティーね、年に一度あるパーティーが祝賀会、これが祝賀かどうかはっきりわからない、非翼対国で言えばね。でも考えれば僕はこの会のイベントが大好きなのね。まあ、来年もこの大好きな最後のパーティーをできればいいなと思ってるんで、今日は本当ありがとうございます。どうも、平田彩子です。今回は最高位戦のパーティーに来ています。来てるというか、私この団体に所属してるので、普通に選手として参加してます。で、今日はいろんな風にお話聞こうかなと思うんですけど、タイトルホルダーに声かけていこうと思います。早速行ってみましょう。スルしない。なんとね、最後今まだいつかはこのパーティーで、2人にね、パパおめでとうってここで言ってもらいたいんで、まあ、それまでは本当にずっと元気で元気で麻雀勉強して頑張っていきたいなと思っております。藤田、本当ありがとうございました。じゃあ現最高位の村上プロです。ありがとう。いやもうね、感動してスピーチ泣いちゃいました。ガチ泣きです。マジか。そんなに感動することを言おうと思ったわけではないんだが、内容はあんまりないんですよ。みんなありがとうっていうのを3分ぐらい喋っただけなんですけど、愛子の名前出てくるかなと思ったら出てこなくて終わって泣きました。そうか、そういうことか、はい、うん、泣きました。女流の方って入れようとしたんだけど、うん、ちょっともしかしてそれが芝居ですもんね。セクハラになったら嫌だなと思って、あえて外しました。まだ3回目ですよね、最高位。まだって、そうね、3回目、はい、まだ3回目、あと2回で衛星ですけど。そうです。もう本当にこの度おめでとうございます。ありがとうございます。最高位になったんですけど、結構今回は差がついて、うん、だいぶなんだろう、最後条件が皆さん厳しかったので、うん、余裕があるラストだったんですよね、うん、最終日もね、途中のプレイ内容って言い方しちゃったけど、うんうん、覚えてます、いろいろ。私結構全部見て記録に残したんですけど、ほいほい、フリテンの村上って呼びたいぐらいに、ね、フリテンリーチが多くて、しかも実ってるの、そう、成功しまくり、変態なぐらい上がってて、そうあれがね、一個でもまた違ったら、そう全然最終節の結果変わったかなってぐらい、間違いない、あの成功率すごい。今回自信どうですか、内容。いやもう本当その通りです。フリテンリーチさんが結構ハイリスク入れたんで、そう失敗したら結構やばいことになるんです。しかも追いかけられたんですよね。だけど、まあ、それぐらいやらないと勝てない相手だったんですよ。
まともに無難にやってたら負けちゃうで。なんかね、普段からね、村上さんに麻雀を私教わってる身なので、はいはい、いろいろ相談もさせてもらうし、はい、あの勉強もさせてもらうんですけど、こう見てくださってる方に、はい、ぜひこう麻雀が強くなるにはこんなところをこうした方がいいよっていう、分かりやすいになったら教えてください。分かりやすいことは、麻雀は簡単には強くなれません。以上です。そう、いや、これを分かってる方がいい。終わっちゃうわ。一応だから、麻雀どうやったら強くなりますかっていう質問はよくあるでしょ。そう、それはよくあったらいけない。麻雀はどうやったら強くなれますかじゃなくて、じゃあ勉強法教えてよ。勉強法か、うん、でもね、あれだから堀慎吾に似たようなことだね。麻雀を見ること、見ろって言ったね。まあプラスやっぱいっぱい打った方がいいと思いますよ。あ、バカ数、うん、大事、数も大事、うん、バカ数だ。そう、たくさん打つ、たくさん検証する人の麻雀。では最高位になった村上さん、はい、喜びをご家族の方、あの、どっちの娘さんと息子さんに思い語っていただければ、はい、お願いします。純太くんと日向ちゃんはね、まだパパがどんな仕事してて、ね、どうやってお金稼いでるか多分ちょっと分かってないと思うんだけど、もうちょっとね、今小学校1、2年生、3年生なんですけど、まあまあ中学ぐらいになった時にね、の親父なんか結構やるじゃん、思ってもらえるように、まあそこまでは現役で頑張りたいなと思います。はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれを、あの、もし村上さんが亡くなった時には、あの、娘さんと息子さんに私がちゃんとお届けして、はい、お父さんこんなだったよってお伝えしたいと思います、はい、では頑張ってエース目指して。そうだね、連覇、あ、連覇野郎いるんで。でも3連覇したらエースだ。そっか、ね、なんか簡単に聞こえない、簡単よ、来年と再来年勝てる、うん、そうだね、いけそうだね。イエイ。じゃあそういうわけで連覇しちゃってください。はい、ありがとうございます。こうやって皆さんに名前を知ってもらいたいとか、こうしたパーティーに呼んでもらいたいとか、まあ、とても感謝してます、最高位戦クラシック様々です。さあ、ということで、まずはクラシックチャンピオンの堀さんです。どうもどうも。どうも。パーティー楽しんでますか？はい、もう酔っ払ってます。すみません。目がトロントロンしてますけど。すみません、申し訳ないです。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、変なおじさんの声入ってくる。何でも聞いてください。はい。おじさん、まずはプラスチャンピオンおめでとうございます。あ、ありがとうございます。もうね、圧勝でしたよね。あの、読みも素晴らしいし、結構余裕ぶってますよね、合間の休憩も。まあ、内容はかなり良かった。なかなか自分でこんな内容いいっていう人いないですよ。謙遜もね。はい、まあ、謙遜とかしたことないんで、はい、じゃあ強くなるために1個大事なことなんか教えてください。ああ、強く、麻雀が強くなるためには、堀慎吾流強くなるためには、はい、どうぞ。人の麻雀を別に、はい、これは強い人じゃ なくてもいいです、うん、人の麻雀をめちゃくちゃ見ることですね。そうなんですか？はい、人の麻雀見た方がいいんですか？見た方がいい。見て自分との違いを、はい、自分だったらこれ切るな、はい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 、でこの人がこの選択をしたけど、これとこれの差がどれだけあるんだろうなってことを一生懸命考えることですね。じゃあ全国の堀ファンに最後一言お願いします。はい、今年ジャンを取る予定なんで応援よろしくお願いします。はい、堀さんでした。ありがとうございます。昨年、私は講師ともに校長で、新規戦優勝だけじゃなく、リーグ戦の昇級、それから結婚もしまして、あと妻の妊娠でも、分かりました。新規戦チャンピオン、今西プロです。はい、来ました、今西さんです。私の先輩、ちょっとだけ先輩、ちょっとだけ、ちょっとだけでもないですよね。36期、あ、5期、1年。おいくつですか？32です。残念、見えないね。つけてる、うん、つけてる。ちょっと、今西さんは第1回の新規戦、新しく設立された大会なんですよね。そうですね。こちらで最高位戦の中で
チャンピオンということで、すごいことです。おめでとうございます。ありがとうございます。しかもね、今日のパーティーでなんかスピーチしてて、結構なんか全体に向けた言葉じゃなくて、嫁に向けた言葉を延々と語るっていうプレイしてましたよね。そうですね。よかったらあの時のセリフもう一回いいですか？覚えてないですね。嘘、覚えてないわけないよ。あんな人がいるのに見つめ合いながら喋ってるやつあんまなかなかいなかったんで、私結構衝撃でした、ね、よかったらワンフレーズでも構わないんで。付きありがとう。嫁の名前。馬西さん、麻雀プロ歴が9年目？今9年目ですね。9年目。今後の目標があったら教えてください。とりあえず師匠、平賀俊彦と同リーグになってたので、はい、今ね、うん、はい、いろいろありましたからね。師匠越えをしたいですね。あ、基準順位が上になりたいってこと？なんならリーグも1個上になりたいですね。あ、え、平賀さんは残留か降級していただくどっちかで、自分は昇級したいってこと？そうそうそう、17分の2なんで、2人昇級でも難しいんでね。難しい。僕昇級して、平賀さんは昇級争いにして。あ、一緒にね。そうそうそう、僕1昇級、2昇級でもいいんですけど、上回りたいなっていう。リアルだね。でも最後に一言、嫁、お嫁さんに向かって、はい、あ、お子さんも今、そうです。何ヶ月でしたっけ？まあ4ヶ月。はい、じゃあ未来のお子さんと奥様に向かって一言お願いします。ちょっとまだ名前考えてないんで呼びかけられないですけど。いいよ、ピーちゃんでもこうじゃん。それ呼ぶとなんかそれになりそうだよ。お父さんはここからも麻雀頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いします。はい、マリさんでした。ありがとうございます。たまに調子よくなくて少しくすぶっていた競技マージャンレースなんですけれども、これですごく活発になってきたので、今後もう少し競技マージャンに力を入れてまたやっていきたいなと思っております。今後どこかで出会った際は皆様と一緒にお願いします。第26回竜王、石野さんです。石野さんか、今はプロじゃないんだもんね。見てこの独特なオーラ。石野さん、いや、すごい尊敬してます。石野さん、竜王おめでとうございます。ありがとうございます。あの時私が実況してたんで、もう麻雀の内容しっかり見させていただきました。すごい強かったんですけど、今、普段は何やってるんですか？麻雀以外。いや、麻雀しかしてない。あ、本当にそうなんですか？竜王戦の、準決だったりも結構力強く勝ち上がったじゃないですか、ポイント叩いて。まあまあ、そう見えるかもしれないですけど。あ、実際どうだったんですか？スタジアムはもう2人降りたばっかりですよ。いやいや、そんなことない。え、あんま降りてない。え、本当に先にテンパった時だけ協力して、あとは大体降りてた。いや、対応しないから上がってたよ。そんなことない。テクニシャンでした。本当勘違い。嘘だ、見てたもん。いや、見てないです。見てたよ。え、でも、今回の勝ち方と最後の決勝の戦い、ご自身でどうでした？内容ですか？まあまあ、自分らしくは打てたかなとは思います。で、竜王戦のチャンピオンとしてぜひ一言いただきたいんですけど、チロさんにとって麻雀とは何ぞやですか？それをなんかこう予備知識なくいきなり言われるとすごい難しいんですけど、でもまあ今となってはでも自分のこう人生ですね。やっぱ人生だと思います。はい。石野さん、いっぱい喋ってくださってありがとうございました。ですね、ご存知の方も多いかもしれないんですけれども、42期は女優最高位を取れた以外にも結婚と妊娠というちょっとめでたい仕事がありまして、おめでとうございました。ありがとうございました。第17期女流最高位、西島プロです。どうも今日かわいいお召し物、パーティー、ちょっと一回転してもらってもいいですか？あれ
とうございます。可愛い出て、しかも今ちょうど何ヶ月ですか？8ヶ月です。8ヶ月、あと2ヶ月で会えるの。どっちか聞いてもいいですか？女の子か男の子か。女の子です。女の子いいなで、17期女流最高位ですけど、あの決勝の勝ち方すごかったですよね。あーねー、覚えてます？覚えてますよ。あのなんかもう、なんだろう、最後の最後まで物語は分かんないよっていうのを知らしめた感じの内容で、6回戦中、6回戦終わった時は誰もが大沢文奈さんが圧倒的かな、これは決まったかなってちょっと思ってた。6回戦終わってみんな辞めた人とかいっぱいいたみたいです。あ、もう決まったわリアルですね。そうそう、あと2回あるけど、で、後でツイッター見たらあれみたいな、西島みたいになってじゃん、これです。こちら第17期女流最高位決定戦センターそりゃそうよ。これ、この中にすごい濃い内容が全部詰め込まれてるんで、ぜひこれ見ていただけると私たちの話してる内容が何なのかが分かります。ぜひ買ってください。はい、最高戦のホームページから買います。大逆転の最後2回戦が入ってます。はい、でも今回は初めてのタイトルということで、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。この思いをぜひ、はい、娘さんと旦那さんに気持ち伝えてもらっていいですか？そうですね、ママはこれからも頑張ります。はい、旦那そうですね、いつも私が麻雀で負けてギャーってなってる時に話を聞いてくれてありがとうございます。頑張ります。これ旦那さんに送らせていただきます。あ、本当ですか？ぜひ見てください。はい、というわけで西島さんでした。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。これからも、このマージャン熱を、一人で多くの方に伝えていけたらいいと思いますので、今後ともマージャンを好きで、いつまでも好きで打っていただきたいと思っております。本日は、このような場にお招きいただきまして、本当にありがとうございました。さあ、続きまして、現アマ最高位です。一家隊さんです。よろしくお願いします。お名前は出ても大丈夫ですか？じゃあ、はい、ぜひカメラに向かって自己紹介を。はい、第15期アマ最高位の一家隊淳と申します。名字がまず珍しいんですけど、どこの方なんですか？もともとは岩手の名前らしいんですけど、はい、ただ私自身岩手に長くいなくて、ずっと千葉の人間。毎年あの、はい、アマ最高位の戦いにはエントリーしてるんですか？エントリーしたのは、その前だから3回目だったのに、はい、3回目でチャレンジで、いけちゃった。そうですね、強いですね。もうぜひ、次も出て、はい、連覇はいないんで。あ、素晴らしいですね。過去にも、はい、友人から聞いたんですけど、はい、らしいです。チャレンジしていただきたいです。はい、最後にじゃあ一言いただきたいんですけど、はい、ご家族の方は？あ、両親が。あ、じゃあお父様とお母様に一言お願いします。はい、お父さんお母さん、いつも私が麻雀打つのを認めてくれてありがとうございます。おかげでこんな立派な、結果だとかできました。これからも麻雀打っていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ではまた頑張ってください。はい、ありがとうございました。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter もフォローしてください。